最初に腱板炎、腱硬化、滑液包炎の肩の痛いタイプですが、そういう肩の痛い人は例えば外転しながらの内外旋で前方ですとか側方ですとか痛みを訴えます。あるいは屈曲をしながらの内外旋、そういう形で痛みを訴える人がいます。で、こういう場合のテストですが、一つはペインフルアークサイン、大体60度から120度と、でこういう角度で上腕骨の大結節が肩峰のところでインピンジ、まあ、狭くなってぶつかって、まあ、肩板肩峰下滑液孔がぶつかるために痛みが訴える、でそういうペインフルアークサインで痛いのか、もう一つは屈曲しながらの内外旋で、こういう時に右後肩峰靭帯と上腕骨がぶつかって痛いのか、まあ、こういうテストをホーキンスのインピンジメントサインと言います。でもう一つのパターンはちょうど外転と屈曲との間の角度で挙上していった時に、ここでもまた内外旋をする、こういう時に痛みを訴える、ニアーズインピンジメントサインと言います。圧部位としては、例えば肩峰下と、ちょうどここが肩峰のところですけれど、その肩峰の下、こういうところに圧痛が出るのか、あるいはこの右後肩峰靭帯、まあ、こういうようなところに圧痛が出ると、でこういうパターンがいわゆる腱板や肩峰下滑液包の痛みの出るパターンです。で、肩峰下滑液包炎の方が腱板炎よりも自発痛が非常に強いということになります。で、腱板が断裂しているかどうかを見るためには、例えば肩関節を外転していると、で手を離そうとすると手が自然に下垂してしまうような状態、まあ、手を支えていますが、例えば手を離すとガクッと落っこってきてしまう、これドロッパーアームテストというような形で言いますけれど、こういう場合は腱板炎というよりも腱板損傷、腱板の断裂というものを疑います。今度は上腕二頭筋長頭腱の痛みの肩のパターンですけれど、一つは肩関節の前方に痛みを訴えると、特に結節肝硬などを中心としてですけれど、このパターンは例えば屈曲していくパターン、あるいはこれでの、まあ、内外旋で痛かったりするパターンが、まあ、多いわけです。まあ、外転挙上でも痛みが出る場合も多いです。で、こういう人の場合は一つは上腕二頭筋長頭腱でのテストとしてはスピードテストということで、手のひらを上にしたような状況下でいわゆる屈曲させる時の抵抗実を見ます。ちょっと上に上げてみてください。で、その時に痛みが結節肝硬を中心として痛みが増強するかどうかというのを確認します。で、もう一つのパターンはヤーガソンテストということで、今度は前腕を開外させるようなことで、これの抵抗運動をかけます。ちょっと外側に回してください、はい、で、この時にまた上腕二頭筋の長頭腱を中心とした通り道である、まあ結節肝硬と、でこういうところに痛みが起こるかと、でそういうようなテストで陽性になってきた場合には、上腕二頭筋長頭腱での肩の痛みのタイプと考えます。で、今度は肩関節の後方の痛みなんですが、棘下筋あるいは小円筋の腱炎という形で出てきます。で、こういうパターンは肩関節を外転しながら特に外旋させる、
こういう運動で痛みを感じます。それとちょうどこの極下筋ですか、転送付近のところから肩、肩峰の方に向かってくると緊張などが見えますし、あるいはもうちょっとそれより下のところの小円筋なんかで緊張が見られます。で、圧痛部はですからちょうど極下筋などがずっと続いてきて、この肩峰をちょうど下くぐるような、そういうところで圧痛が見られたりします。あるいは転送ですとか、そういうところで圧痛。